日本東京都八王子市千人町千人町は東京都八王子市の地名。現行行政地名は千人町1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は1930835。八王子市中部 JR 中央本線と南浅川の間に位置し、西八王子駅北口一帯を占める。国道20号以北は住宅地となっているほか、 総閣院など、八王子千人同心ゆかりの寺院がある。東で、大分町日吉町、西で、並木町、南で、大町、三田町、北で、横川町、長房町と隣接する。毎年7月の最終土曜、日曜日には、西八王子駅北口前、西八中通りで、地元商店街、町内開主催による踊れ西八夏祭りが開催され、 市民グループなどにより、阿波踊りや、よさこい騒乱が披露される。千人町の歴史は、1593年当時の、武蔵国多摩郡八王子横山に千人同心の廃業屋敷が設けられ、そこに、そのうち頭及び組頭の約100人が移住してきたことに始まる。当時、千人同心は500人であったため、500人町と呼ばれていた。 千人町と呼ばれるようになったのは、1600年に千人に増強されて以降のことである。町名は千人同心の屋敷があったことに由来する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。馬場横丁の石踏み。ありがとうございます。